入れ食いじゃねえか。それかかった。これは期待できそうだ。やった、大物だ。こちらは確か島の反対側でしたか。例の霊窟は逆方向ですね。ああ、ただ余裕があれば巨像は見たいかもしれない。ローゼリアさんが言っていた炎の至宝だった存在ね。少し足を伸ばしてみるか。そこだ、チャンスだね。しようか。ふう、感じがつかめてきたな。うん、いい感じだろう。さあ、マナもちゃんと安定していると思います。そうですか。この調子でリハビリがてら進んでいくといいわね。せや、チャンスだね。スレッジハンマー、下がれ。私の番だね。はっ、チャンス。隙あり。任せるがよい。よっ、行きます。そこです、今です。スキャリ。ゾッ、さあ、せっ、そこだ。畳みかけるぞ。壊せ、スレッジハンマー。私の番だね。やっ、行くぞ。燃えろ、バリアントハーツ。任せるがよい。はっ、後期続きます。今です。お願いします、ラウラさん。心得た。よっ、行こっか。せい、チャンス。スキャリ。お疲れ、リーミ。バッチリだね。ああ、これもフィーのおかげさ。さあ、
せい。いつでも行ける。強そうね。させない。行くぞ。響け絶唱人神楽。行くぞ。やあ、よーし。行くぞ。やあ、参る。やあ、負けないで。ありがとう。行くわよ。うなれ、うおー、螺旋劇。させない。行くわよ。防御陣鉄心、私の番ね。やー、フレアネスハートさせるか。負けないで。ありがとう。マイル、うなれ、うおー、螺旋劇。よし。スマッシュ。チャンス。スキャリ。負けないで。ありがとう。行くぞ。うなれ、うおー、螺旋劇。今だ。いただき。よーし。
超人カグラ。私の番ね。神道滅却、我が太刀は無。見えた。さあ灰の太刀決意を。みんな大丈夫か。島の表側、船着き場を少し行った奥だったな。ああ、行ってみよう。せや！チャンスだね。壊せ！スレッジハーマー！任せるがよい。はっ、崩したぞ。続きます。私の番だね。排除する。崩れた。行こっか。いい、分かった。はっ、めんどいな。うん、任せて。行きます。アークス駆動。俺の番だな。せい、行くぞ。トーン。それ これで一安心で。やったね。やりました。よし、やった。滝、水場まであるのか。綺麗ですね。話は聞きましたけど、この規模の無人島にしては珍しいというか。だからこそ2年前の実習の候補地に選ばれたんだけどね。それ、かかった。これは期待できそうだ。まずまずだな。せや、速攻で決める。やっ、行くぞ。私の番ですね。はあ、行くぞ。壮烈弾。行こっか。せい、それ。先を急ぎましょうか。
皆さんご注意を。私の番だね。せーの、やっ！はあ！とどめ！チャンス！スキアリ！私の番だな。逃がさぬ！行くぞ。2の方、早く！今だ！いただき！行きます！私の番ですね。息吹を。ありがとう。感謝。私の番だね。せーの、やっ！はあ！とどめ。マイル。うなれ、うおー、螺旋劇。任せるがよい。壮烈弾で後期続きます。させるか。私の番ですね。息吹を。ありがとう。感謝。うん、任せて。行くぞ。突撃陣烈火。うん、任せて。神道滅却、我が太刀は無。見えた。うわあ！灰の太刀決意を。よし、これで大丈夫だ。各種ステータスアップです。
一息つけましたね。危険度大、注意してかかろう。見切った。任せて。行くぞ。アルゼイドが神髄、その身に刻むがよい。参る。任せて。せーの、やん。はあ、とどめ。許さる。行こっか。せーの、やん。はあ、とどめ。アルゼイドが神髄、その身に刻むがよい。参る。奥義貢献。その程度か。精進するがよい。お疲れさん。早速見せてもらうぜ。おお、いい感じだな。そんじゃ、こいつはお礼だ。Thank you.
限度大、注意してかかろう。ですね、よし掴んだ。やったね勝負やりました。よしやったわ。各種ステータスアップです。そちらの石畳を登った先ですね。ああ、念のため周辺を確かめてから行ってみよう。鳩場に宿舎、2年前の実習でお世話になったね。ああ、男子と女子で別れて泊まったんだったなあの頃はフィーとここまで通じ合えると思わなかったが。ラウラ、ちょっと恥ずかしすぎやっぱり先輩たちも仲がいいな。
あ、こちらは使えるみたいだね。霊窟に向かう前に一休みしてもいいんじゃない？警戒されている気配もない。帝国海軍も動いていないようだ。巡視船の巡回情報はあります。一応注意しておきましょう。それ、かかったいい感じだな。まずまずだな。そういえばミリアムが渡っていたんだったな。はい。しかし島の情報を教えたルーグマンって地質学者、うん、あちこちで先回りしてたっていうか。ごめんなさい。アリサが謝ることじゃない。その意味でもクロウから話を聞いておきたいところだな。2ヶ月前とは明らかに様子が違うみたいだな。そうなんですか？確かに明らかに霊脈が活性化しているようだが。はい、総国というものに関係がありそうです。その答えがこの先にあるってわけね。来ましたわね。よ、
早かったじゃねえか。いや、この状況を考えるとむしろ遅いくらいかもな。クロウ、やはり待っていたか。あれだけ露骨に言われたら来る以外の選択肢もないだろう。新作、いや、リバリーさんもわざわざ付き合ってくれたみたいで感謝するよ。って気安く名前を呼ぶんじゃありませんわ。ただでさえ気が進まない場面に立ち会わなくてはならないのに。気が進まない、それって。ま、せっかく新旧7組がガン首揃えて集まってるんだ。お望み通り話してやるよ。総国について分かったことは。いきなり本題。話が早くて助かるが。ああ、どうか教えてくれ。俺たちが今感じている感覚、世界そのものと一体化したような胸がざわつく戦いの予感について。世界そのものと。なるほど、そういうからくりですか。さすがジョーちゃんは見抜くか。委員長に黒猫、ガイウス、サラあたりも気づいてるようだ。総国が奪い合い、世界の終わりの中で行われる鬼神同士の殺し合いっていうことに。嘘。やっぱり2年前姉さんが高魔城でやろうとしていたことから気づきました。クロウさん、あれは総国の条件を疑似的に達成する狙いだったんですね。そして結社が春からやってた神器を使った3つの実験、それも総国が疑似的に再現できるか検証するのが狙いだったんじゃないの。ええ、背景の詳細までは聞かされていませんでしたけど、2つの手法が融合した巨大な力を本当に蘇らせることができるのか、言い換えれば闘争の果てに奇跡が起こせるかの実験でした。ま、おおむね正解だな。ビータのやつは昔から呪いを止める方法を探していた。大いなる一の呪い、世界に終焉をもたらす黄昏の発動。過去数百年の鬼神同士の戦いは全てそのデモンストレーションみたいなもんだ。世界の動力化が進み、大量破壊兵器が生まれ、実際に世界が滅びかねない現代において真の意味で七の総国の条件が整う時の。もしかして滅びと総国というのは連動しているというよりも、世界を闘争で滅ぼすというのが七の総国を起こす条件。ああ、おそらく見立てとしては世界は大釜なのだろう。黄昏によってくべられた炎を極限まで大きくするための闘争、規模が大きければ大きいほどいい。その炎に包まれた大釜の中で、元は一つだった七つのかけらが相争う、奪い合い、殺し合い、溶け合うように混ざり合って最後に新たなる一となるために。それってまるで中世の魔導士、いえ、錬金術師たちの錬成、もしくは東方に伝わるという孤独のようなものか。ええ、そのどれよりも原初的で圧倒的な規模のようですけれど。クソが。完全に思い当たるっていう面をしてやがるな。無理もねえ、特にお前は起動者にして煮えだ、繋がってる身としてはリアルに感じざるを得ねえだろう。まさか今ここでその総国を始めようっていうの。ああ、ビータじゃねえが、ある意味これはチャンスだからな。
戦争が始まっていない今なら知性どもの思惑も外すことができる。逆に帝国が共和国に仕掛けて戦争が始まっちまえば、煮えである俺への強制力が働き、いやおうなく総国に駆り立てられる。つまりそういうことだな。D、 呪いの強制力その通りだ。暴走するか、記憶を封鎖され使命に従うだけにされるか、どっちに転ぶかは分からんだな。だったらこれは確かに最後のチャンスかもしれない。理性か記憶を奪われ、殺し合いに無理やり参加させられる前に、己の目で総国というものを確かめ、乗り越えられるか否かを見極める。八王の剣士として、七組みんなの仲間として、リーン・シュワルツァー自身として、クロ、お前の前に立てる最後の。リーン教官まずは高魔女や結社の実験と同じく場を温める必要があるようです。助立ちを3名出しなさい。相手をして差し上げますわ。敵団メンバー以外とも水光人だったかさすがは総国の部隊の一つというべきか。真の条件には届かないだろうが、ギリギリクリアしてるみたいだな。さあ一緒に踊るとしようじゃねえか。暗き深淵を覗き込むための終末のダンスを。ああ、みんな頼む。全力を出し切るぞ。くれぐれも手加減無用ですわよ。はっ、私の番だね。私の番だな。こーはマイル。私の番だな。逃さぬ。せいや
ますわ。それ。任せて。せーの、やっ。はあ。とどめ。せい。甘いよ。崩れた。私の番ですね。アークス駆動。シャラくさいですわ。それ。こいつはどうだ。動くな。崩れたな。やばすぎますわ。参る。行くぞ。突撃陣烈火。俺の番だな。神道滅却。我が太刀は無。見えた。おお。罪の立つ国よ。まだまだ足りねえぞ。私の番ですね。息吹を。ありがとう。感謝。我が求めに応じ、今こそ権限せよ。祖は堅牢、我らを守る唯一の盾。祖は流霊、今国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギオン。さあ、行きますわよ。まだまだこれからですわ。プリズムキャリバー。さてと、始めよっか。それ。キャッチ。やあ。アルゼイドの神髄、その身に刻むがよい。参る。うわあ。
チかな。せっやっ私の番だな。ありがとう。油断したかな。俺の番だな。行くぞ。やあ。ありがとう。私の番ですね。アークス駆動、任せるがよい。壮烈弾マイル。飛空弾シートを滅却。我が太刀は無。見えた。罪の立つ国よ。さて、そろそろか。これは総国の準備が整ったみたいです。私に手伝えるのはここまでです。あとは勝手にケリをつけなさい。おう、オルディーネ、行くぞ。了解だ、クロー。来い、バリマール。赤いままとはな。だがまあ、単なる強度で言えばゼムリアの武器と大差はね。遠慮は無用だ。存分にやり合おうじゃねえか。おい、どういうつもりだ。クロー、総国というのが真に鬼神同士の奪い合いだったら、機動車についてはどうなんだ。見えとなった俺ももちろんどうなるかはわからないが、おそらく機動車だからこそ帝国の呪いに生かされている存在。不死者が負けたらどうなるんだ。その辺りもやってみなきゃ分からねえだろ。大体お前、やり合う前から何勝ったつもりで嫌がるんだ。腹をくくれや、後輩。世界の底が抜けようっていうこの状況で、終わっちまったやつ相手にうだうだ足踏みしてる場合かよ。いいだろう。だが訂正してもらうぞ。俺たちの仲間で、先輩で、常に先を行っていたライバルを。そんな安い言葉で片付けたことを。上等だ。かかってこいや、リン。
とっとと決着をつけるとしようぜ。クロ、ああ、望むところだ。マイル。タ。崩れた。突き上げ。行こっか。
俺の番だな。セン、今だ。隙あり。闇よ、切り裂け。崩れたな、隙ありだ。行こっか。チャージするよ。行くぞ。新規発動。クライアル、そこだ。隙ありだ。行くぞ。セン、今だ。隙あり。行こっか。チャージするよ。マイル。うおー、セン、ラン戦撃、今だ。うおー、無双破壊。行こっか。新規発動。闇よ、切り裂け。そこだ、隙ありだ。俺の番だな。チャージする。そこだ。行こっか。新規発動。クライアル、崩れたな、隙ありだ。任せて。はっ、俺の番だな。さあ、かかってこい。行こっか。チャージするよ。闇よ、切り裂け。はっ、甘い。ガッ、俺の番だな。ファッ、今だ。隙あり。新規発動。クライアル、崩れたな、受けてみろ、反逆の中心。俺の番だな。新規発動。俺の番だな。うおー、セン、乱戦撃。私の番だね。私の番だね。チャージするよ。マイル。タ、崩れた、隙あり。クライアル、崩れたな、隙ありだ。行くぞ。今だ。うおー、無双破壊。ここまでか。行こう、明日を切り開くために。よし、掴んだ。勝負ありですわね。やった。
でもこれで総国が完了したのか。ああ仮舞台だが、なんとかハマったみたいだぜ。まさかやはり。どうして高魔城の時とは違うのに。致命傷はないはず。しっかりしなさい、クロウ。なるほど、こういうことか。オルディーネの力と一緒に今まで生かされてた俺の力も灰に。これを繰り返すことで全ての元凶たるに。ヘイ、喋るでない。セリーヌ手伝って。やっぱり見過ごせるわけない。分かってる。つかねえが、だが前と違って俺たちの力はお前らに生きる。悪いな、延長戦なんかに付き合わせちまって。お前らがいりゃあいつは大丈夫だろ。そうそう、どこかでゼリカも何とかしてくれや。バカ、自分でやりなさい。トア会長にジョルジュ先輩も、お前がケリをつけるべきだろう。攻防であいつを取り戻した根性、大したもんだったぜ。これからも甘ったれな教官を相手に勝つを得てやるといい。諦めちゃダメですよ。教官があなたのことをどれだけ大切に思って。甘ったれはどっちだ、クロ。教官。おい、ふざけるな、クロアームブラスト。世界の底が抜けかかっているこの状況で自分だけ先に退場するつもりか。こいつは、お前、力を、まさか融合するはずの力を押しとどめて。ううん、逆流させている。むちゃくちゃですわ。何が総国だ、誰が受け取ってやるものか。そんなことをするくらいなら生きて生き延びるためにあがけ。あがいて50ミラの利子を今度こそのしをつけて返してみろ。消えかけてたのに。これは新たな何かが双方の間に。ええ、ひょっとしたら。戻ってこい、クロ。俺には、俺たちにはお前が必要なんだ。そうそう、クロウも一緒に頑張ろうって。今のは。そうか、そうだったのか。これは波の音。もしかして妖霊靴じゃ。お、起きるみたいだな。ほんとこの教官と来たら。今回ばかりは完全に同意ね。なんだかちょっとムカムカしてきました。それは本人にぶつけてあげるといいよ。どこまでものんきというか。
ここは確か前に利用した。ええ、ブリオニア島の管理小屋の中ですね。あれから6時間ほど、ずいぶんぐっすりだったじゃねえか。まあそれだけ全力を使い果たしたということだろう。今後ある総国についてはあらかじめ備えておくべきかもしれんな。そうだ、総国、あれから一体どうなって。デュバリーさん。名前で呼ばないでくれます？それにさんというのもなんか落ち着かないような。いや、そう言われてもあ、よお先にだ。つってもお前同様まだ起き上がれそうにねえが。クロウ、そうか、なんとかなったんだな。みたいだな。カッコつかねえというか。この際カッコよさはどうだっていいでしょうが。エマさん、セリーヌさん、結局何があったんですか？ええ、霊力の流れを見ていた限りの推測ですが、バリマールがオルディーネを眷属化したみたいですね。それって暗黒竜の時に共和国の隊員がなった？あれは眷属よ。一切の意思を持たぬ下僕ね。眷属は霊的なつながりのある関係。エマと私がそれに当たるわね。なるほど、私とクラウソラスにも似ていますね。そうか、それで鬼神同士がそういった関係になったから。機動者同士にも影響してクロウが消えずに済んだわけね。ああ、おそらく総国としてはイレギュラーな形なのだろうが、オルディーネの力はバリマールに吸収されずにそのまま残ったわけだ。まあ別にいいんじゃない。単に武装強化するよりも味方が増えた方が有利っぽいし。うん、バリマールに続いてオルディーネが帰化に加わった。クロウと合わせてまたとない戦力増強になったであろう。やれやれ、問答無用かよ。まあ負けちまった以上勝者に従うのは筋だしな。どの道黄昏にケリがつくまでの追加ステージだ。先輩やはりそこの部分が覆ることはないということか。ああ、どんな立場になったところで俺という存在は摂理に反している。たとえ女神の奇跡が起きたとしてもその無理筋は通らねえだろうなあ。ガイウス委員長も。そうだな。はい、クロウ。そんな、でもそれじゃあなんとかならないんでしょうか。ユーナさん、アルティナさんも。これだから女神っつうのは。それでも俺たちは嬉しいよ。クロウが戻ってきてくれるのは。その件については納得したくないし諦めたくもないが、今はただクロウが7組に戻ってきてくれるのを嬉しく思う。あそうね、まったくビータといい、似た者同士っていうか。おかえりクロウ、そしてこれからもよろしく。目一杯力になってもらうからな。あった、利子分は働いてやるよ。よかった。宝刀息子がようやく戻ってきた感じかしらね。まったく、とんだ序盤ですこと。そういえば神速のそなたの方はこれからどうするつもりだ？どうするって、あなたたちには関係ないでしょ。おせっかいもここまでです。
明日になったらバイバイですわ。バイバイって。でもどうするの？結社のバックアップなしじゃ動きようがないんじゃない？確か結社のやり方を見極めようとか言ってたけど、頼れる味方とか当てはあるわけ？というかそもそもこの島から出る術はあるのか？結社の転移術の仕組みはちょっと分かりませんが。その気になればオールディスまで泳ぐくらい。さすがに無理があるかと。要するに使えないのか？協力する構成員にのみ利用できるような技術なのかな。ま、お前さんには今回世話になりっぱなしだったからな。俺同様しばらくの間こいつらの世話になっちゃどうだ？はあ！そんな馬鹿げた真似できるわけがないでしょ。いやしくも元敵対大使がそのようなみっともない。いや、工房本拠地で助太刀してもらった礼もできていないからな。今回の顛末についてもあなたの力添えがあったからだろう。袖振り合うも多少の縁、これも巡り合わせというものであろう。客商としてしばしの間力を貸してくれるだけでもよい。それに総国についてはあなたのマスターも無縁ではないかと。私たちに同行していたらいろいろ情報が入るかもしれませんよ。それは確かに。マスターもですが、うまく立ち回れば。さすがミュゼ君、えぐいところをついてくるな。恐ろしい子ね、本当に。伊達に決起軍全般のフィクサーをしていないというか。ナチュラルに繰り出してきますからね。仕方ありませんね。しばしの間協力してあげます。ですがお忘れなきよう、私はあくまで客商、仲間になるわけじゃありませんから。